どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバトルシティオブマギカツ。魔法の杖を持ち、それぞれの属性を使って戦う PVP 型のゲームワールドです。ワールドに入ると目の前には杖があり、その後ろにはプレイガイドがあります。パネルの魔法アイコンをユーズすることで、杖の属性の変更が可能となっています。インフォメーションから杖の操作やゲームルールが見れるので、あらかじめ読んでおきましょう。また杖の見た目の変更も可能です。杖の見た目によって性能も異なるようになっています。スタート地点から左側には練習用のエリアがあります。ここで杖の練習をしておくといいでしょう。準備ができたらスタート地点から右側にある魔法陣に入ることでエントリーができます。全員がエントリーしたらルールを決めた後にゲームスタートを押すことで開始となります。ステージへと転送されたら移動を開始して他のプレイヤーを見つけ出して戦いましょう。通常攻撃やチャージショットなどを駆使して攻撃しましょう。ただし魔法を使うと MP が消費されますので MP 切れに注意です。相手を倒すと相手の魔法属性に応じて一定時間自身が強化されます。積極的に戦いましょう。杖を持ってない方の手は2回トリガーを押すとサブスキル、ゲージを貯めてアルティメット技を発動できたりします。どれも属性によってそれぞれ異なる性能となっています。状況に応じてうまく使っていきましょう。また消費した体力は杖を掲げて一定時間動かないことで MP を消費して回復することができます。ゲームルールはスコアバトルやバトロワ、エリアバトルなど様々なルールで遊ぶことができます。チーム戦は直前まで属性変更ができたり、補助魔法で味方を強化したりと駆け引きができます。こんな感じで、それぞれの属性を使って戦う PVP ワールドです。属性によって戦い方を変えたりチーム戦などができるなど、少人数でも大人数でも楽しめる内容となっています。てな感じで魔法合戦ができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。